やっぱ使う人のやっぱイメージが大きいんですよね、はい、こういうのしたいって思う人ならもうこういうの最高だと思うし、はい、1番とかだったらどんな感じですか。一番最初戻してこれ普通のクリーン、普通のクリーンですね。なんかリバーブかかってるのかなこれ。本体なんかかかってるでしょうね。かかってますね。リバーブとキャビネットシミュレーターと、キャビネットだけも変えて言うてなかったですね。カビネットまあ最近のこういうマルチってもうほとんどそうですよね。キャビネットを変えれたりとか、そうですね。シミュレーションだいぶこうなんか変化できますね。まあリターンで刺す時とかは結構、生きてくるかもしれないですね、うん、これ。あ、そう、今リターン出しなんで、ことができるみたいですね。まずキャビネットの中でもさらにかなり細かくいろいろありますね。バーメーターがこれちょっと写真撮ってもらっていいですか、はい、ここだけこれ使いこなすのすごいですよ。使いこなすのなかなかね作ったやつももう使いこなせてないんかもしれない横に行った方がいいんですか。あ、そういいっすよ、そんな感じ。こんな感じの画面になっておりますけども、ちょっとじゃあデフォルトどんどん変えていきましょうか、はい、あっちょっとついてもらっていいですか。なんかすごいもうなんか贅沢というかもわっとしたいいかもしれないですね。今のちょっと撮ってもらっていいですか。今のなんか歪み、これ、ここも一応サンプルで入れておきます。結構エフェクターガンガン入ってる状態で入ってますね。デフォルトがリバーブとか高いやつもフランジャー結構入ったり、はい、結構ドライなやつは弾いていった方がいいですかね。ドライな音がちょっと好きなとこもあるんで、うん、空間系はそこまでない方が好きなんですけど、まあ、これも結構入ってますけどね。入ってますね。どうやって戻すんですか、これ。ディスプレイかな。戻し方危うかったですね。あ、すぎちゃってください。すぎちゃって。あ、今のいいっすか。っぽいのもできるみたいな。最高じゃないですか、これ。これちょっと撮ってもらっていいですか。次じゃあ撮ってください。これ結構。空間系。あ、すぐ行っちゃってもいいですね。ジェントって書いてますよ、これね。あ、そうか、原因少なめでジェントやるのか。なんかアタックした時にそんなゲインない方が伸びないからジェントっぽくなるみたいな。それを弾こうと思ったら分からな全然ないっすよね。オッケー、これもすごいね、ちょっと音ガッと回しちゃってください。10番台が、あ、それでちょっと一回。最後ギャラクシーをこれで締めてもいいですか。ギャラクシーなんすかそれ。何なんすかそれ。めっちゃしょうもないですけど。全く想像つかない。なんだこれ。何なんすかそれって。ちょっとじゃあ開いてますか。あ、光。光ですね。